ミガラバ皆さんこんにちは、わきょうのあれんです。今回ちょっと今家にいるんですけど、外の様子が少しおかしくて、コロナの影響で少しお坊さんサヤドがアナウンスをし始めたんですね。なんかこのアナウンスミャンマー語なのでわかんないですけど、この現地のローカルのカンちゃんによると、このコロナの対策を各自家でしてくださいということで、こういうふうに今見えますか、こちらのトラックつぶやいてるんですけど、あのトラックを動かしてゆっくりゆっくり各家庭に呼びかけてて、でこの各家庭はこのアナウンスがあるとこの家に出て水をまき始めたんですね、皆さん、はい、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、このさっきのトラックが通った後、すごくホースの水で濡れてます。はい。このなんか水かけ祭りじゃないですけど、水をまくことによって少しこのなんか菌を防止じゃないですけど、なんかそういった感じでサヤドが各一軒一軒トラックで回ってこうアナウンスをしてっていうのを今やってて、奥の方の男性も今水かけてますよね。はい。あのトラック過ぎた後に急に水かけし始めました。はい、さっきまですごく静かだったんですけど、今急にヤンゴンの方でもこういった感じでコロナに関するアナウンスがもう街に、はい、流れ始めました。少しちょっとヤンゴンらしくないというか、なんか異変という感じがします。はい、やっぱこういったのもやっぱすごく影響してるのかなと思います。やっぱりコロナの影響でやっぱミャンマーというかヤンゴンでも少し今までになかったケースがたくさん見られたりとか、今までアレンが生活しててもなんかおかしいなと思ったら、やっぱりコロナに関することだったりとか、少し様子がおかしいことがあったりするのはやっぱコロナの影響なので、こういったことを一つ一つ気づいた時に YouTube に上げて皆様に共有できたらいいかなと思います。はい、これからもコロナの新着情報っていうのはこちらから和教からどんどん発信していきたいなと思いますので、もしもミャンマーのコロナの事情についてもしも興味のある方はぜひうちの YouTube をご覧ください。はい、それから概要欄に自分のブログだったりとかYouTube にもコロナのことだったりとか詳しく最新情報を載っけて書いてますので、ぜひお時間の時に確認してみてください。こちらが現場のミャンマーからコロナについて以上でした。またこれからもどんどん発信していきますので、これからもよろしくお願いします。こちらで失礼します。たったー。